20分か。兄ちゃん、救急車呼んであげようか。冗談。救急車に乗るのはお前だ。くそ、なんで立てるの。死んでもおかしくないはずなのに。絶対に道場以外では使うなって言われた技なのに。お前はさっさと破門されろ。邪魔すんな。響きがいやらしいと思わない。思わねえよ。だって体がホテルなんだよ。お前は僕の後輩か。後輩誰それ。僕が知る限り最高の変態だよ。おい、お前様よ。言っておらんかったかな。動揺やら焦りやらがダイレクトで伝わるのと同じように、お前様の痛みもまた同じ割合でわしに通じるんじゃがな。もうちょっと我慢してくれ。命令があればわしは動くぞ。命令する。動かないでくれ。ふん、無茶を言うの。後で頭撫でてやっから。それでは足りんな。さらにその一段階上の儀式を要求する。そんなのあったんだ。ちなみにそれはどういう儀式なんだよ。頭を撫でるのではなく胸を撫でる。どうして大人バージョンの時にそれを教えなかった。いい加減にしてよ。兄ちゃんを殴る私の拳の方が痛いよ。バカ言うな。痛いのは殴られた僕の体だ。兄ちゃんが私に勝てるわけないだろ。カレンちゃんが僕に勝てるわけないだろ。降参するなら今のうちだよ、兄ちゃん。そのセリフは随分と遅い。拳が痛いから殴るのはもうやめる。やるじゃん、兄ちゃん。このさすがにもう分かったろ。兄ちゃんは私には勝てない。お前こそそろそろ悟れ。